岡部賢治4月5日隊は、大日本帝国海軍の軍人、戦闘機搭乗員。総連38機。最終階級は少位。福岡県福岡市出身。旧制就有館中学卒業後、海兵団に入団。搭乗員を志し、1937年3月10日、操縦練習生となる。同期生に、酒井三郎。 同年11月30日、操縦練習生課程を終了し、再起海軍航空隊に配属された。その後、大村海軍航空隊を経て、昭和13年7月に、いよいよ戦線を担う、第12航空隊に配属。中国大陸で任務に就いたものの、空戦の機会に、愛は見えることはなかった。昇格飛行機隊に転属して間もなく、太平洋戦争開戦を迎え、ハワイ、 新珠湾攻撃で母艦直江任務を実施。1942年の正論沖機戦にて4月9日、トリンコマリー攻撃に参加し、イギリス空軍のホーカーハリケーン2機を撃墜。これが初戦火となった。同年5月8日、産後海戦で上空、直江の任に当たり、艦爆発機を撃墜したが、母艦が損傷したため富士着水し救助された。 1943年7月、再度昇格に乗り込んで11月1日にラバウルに進出。その後再び大村航空隊に転属となり、大部文献隊不専任教員。1944年7月に第634海軍航空隊に移った。10月、早1号作戦発動により、沖縄、台湾を経てフィリピンに進出。 冷凍機会戦に参加。年末に本土に帰還し、第601海軍航空隊冷化戦闘を第308飛行隊に転属、終戦を迎えた。終戦までの撃墜数は15。特攻に対しては堅くなに反対を抗原しており、特攻隊員にも、特攻なんてやめてしまえ、ぶつかったら死ぬんだぞ、死んだら終わりだぞと説得を行っていた。アメリカの SF 小説。 リバーワールド第四部、魔法の迷宮にて、ジョン王の部下として登場。ただし史実とは異なり、1943年に、ブーゲンビル登場空で死亡したこととなっている。ありがとうございます。